回ポケットペアの手札の呼び方について説明します。実は言うと日本と海外ではポケットペアの呼び方全然違います。日本の呼び方、例えば2のペア2ポケって言ってももちろん海外では通じないので、海外のカジノで遊ぶときには注意してください。まずは日本でのポケットペアの呼び方です。2のペア2ポケ、3のペア3ポケ、まあ、こんな感じでずっと続いていって、ジャックのペアはジャックポケと言いません。語呂が悪いからかな。ジャックスです。で、クイーンのペアもクイーンポケではなくクイーンズ。キングのペア、キングス。エースのペア、エーシーズになります。このジャックスからエーシーズは日本と英語で使い方が同じです。続いて海外でのポケットペアの呼び方見ていきましょう。ポケット2ズ、ポケット3ズ、ポケット4ズ、ポケット5ズ、ポケット6、ポケット6ズ、ポケット7ズ、ポケット8ズ、ポケット9ズ、ポケット10ズ、ポケットジャックス、ポケットクイーンズ、ポケットキングス、ポケットエイシーズとなります。また、ポケットを省いて、2ズ、3ズ、4ズ、5ズのような言い方でも大丈夫です。実際に海外カジノに行った時にはぜひ使ってみてください。